時刻は午後7時を過ぎました。こんばんは、なにわ男子の大橋和也です。こんばんは、道枝俊介です。こんばんは、長尾健人でーす。よいしょ。イエーイ。さて、すでに知っている人もいるかもしれませんが、なにわ男子の西畑大吾、大西流星、高橋恭平、藤原丈一郎の4名は、新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。はい、でもね、この4人全然元気でね、はい、今はね、大事を取ってるだけなので皆さん、安心してください。そうですね。でもね、まだまだコロナも流行っているので、リスナーの皆さんも手洗いうがい密を避けてぜひご自宅でラジオを楽しんでください。お願いします。お願いします。ということで今日は日本放送にある一番広いスタジオイマジンスタジオからお送りしてます。よいしょ。めっちゃ広いです。めちゃくちゃ広いよな。はい、だってここってあれやもんな、7人でラジオやった以来ぐらいかな。そうですね。だからすごい広いスタジオでやらせていただいてますね。だから7人やったらさ、結構ずらーっと一列にそうやな、結構多かったけどさ、3人やからさ隅っこにこう固まってるわけやん。そうそうそう。俺後ろ見たらすごいね、持て余してんのよね、スタジオ。じゃあ3分の1ぐらいしか使ってないもんな。そうそうそう。でもね、このね、それぐらい広い場所やから。3人の距離をね、十分に取った上でね、僕らもね、マスクをつけてアクリル板も設置していますので、皆さん安心してお聞きください。お願いします。ね、また全員でね、ここでラジオできる日が来ればいいね。来るよ来るよ。じゃあ、それでは行きましょうか。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム。改めましてこんばんは、なにわ男子の大橋和也です。道枝俊介です。長尾健太です。今日も元気出していきましょう。いやなにわ男子が一人前のラジオ男子を目指してワイワイガヤガヤとおしゃべりする冠レギュラーラジオ、今日はこの3人でお送りいたします。お願いします。よろしくお願いします。今日はね、僕がいっぱい喋ってるでしょ。はい、何ですか。何かというと、はい、MC 役はリーダー大橋です。おー、やばいな今回は。どういうことや。今日は神回や、神回、神回か。今日は神回編になりそうだ。なんでやね、今日は神回で、神回編から今日で俺がしっかりと回せる人なんやってみんなの、そう、リスナーの皆さんに知ってもらうためにちょっと今日やってるから、みんな知らんで、スラスラ行き過ぎて困るかもしれない。今ハードル上がってるの分かってる。ハードルはちょっと上がってるかもしれない。上がってますよ。でも大橋くんなら大丈夫やから。じゃあ大丈夫、大丈夫、大丈夫。流れる進行を皆さんにお聞かせいたします。全部台本通りやないかい。言うな言うな、書いてくれてるからしっかりと。でもね、MC 本の子で、ミッチーはしたんやね。俺一回しましたね。どうやった。ミッチーした時、いや、なんか、すごいなんかね、ピンとこう気張るというか、すごいなんか緊張しましたよ。まあまあ、MC って結構リラックスしたらすぐできる前から大丈夫大丈夫。誰が言うとんねん。MC なりきってるやん、入ってんで。全然大丈夫よ。でもケントまだしたことないもんね。まだしたことないですね。どう、次してみたい。あ、まあ、でもいつかはさせていただきたいなっていうのは思ってるんですけど、まあでもなんていうんですか、僕いつも自由にやらさせてもらってるんで、まあ、今日もこんな感じでいらしてもらえたら。あ、もうこれ MC やる気ないな、これ。でも結構自由な MC もね、ありますからね。まあ、ありますから。MC も個性出ますからね。そうそうそう。ジョー、ジョーやって。ジョー君、聞いてる？ジョー君聞いてるかな？さあ、そんな3人でお送りする、今夜はなんと生放送でございます。イエーイ！イエーイ！こんなテーマでメールを送ってください。私のミステリー体験。4月から放送がスタートするミッチー主演のドラマ金田一少年の事件簿は、幅広い世代から支持を得てシリーズを重ねてきたミステリードラマの金字塔でございます。はい、ということで今夜はドラマの放送に先駆けて UFO、 宇宙人、幽霊などなど、リスナーさんが体験した様々なミステリーを紹介していきます。こちらのテーマ、事前に番組ツイッターやホームページで募集をかけていました。早速1枚ちょっとご紹介しましょう。みち、お願いします。読んで読んで。はい、神奈川県、春市さんからですね。お、怖っ。これは私が小さい頃に体験した電車にまつわるミステリーです。お、私の家の最寄り駅は終点の一つ手前の駅です。ホームに着いた時、次は終点〇〇駅に止まりますというアナウンスが流れるのですが、小さい時終点のもう一つ先に別の駅があったような記憶があるんです。
親に聞いてみてもそんな駅はないと一蹴されてしまいます。具体的にその駅の名前を覚えているわけではないのですが、なんだかんだぼんやりした違和感のようなものがずっとあり、今でも不思議です。おお、ゲンディティンな音楽も怖いな。でもなんか、ね、これ怖いけどやっぱりちょっと分かる気がする。分かる。よくね、なんか、うん、前あんなこと言ってなかったっけって人に聞いても、え、俺そんなこと言ってないよみたいな、あるあるよな、うんうん、それってあったりするじゃないですか、うん、駅ではないけど。でもそんな感じのことはやっぱり記憶をたどればあるんじゃない、うん、ただただ折り返してきただけじゃん、終点からめちゃってそうかもしれんな。でももしかしたらな、うん、はい、そうかもしれません。ありがとうございます。ありがたいね、こうやっていろんなミステリー体験があるんよね。そうですね、ありがとうございます。あなたのミステリー体験教えてください。宛先はこちら、なにわアットマークオールナイトニッポンドットコム、なにわアットマークオールナイトニッポンドットコム、数字の728でなにわです。ツイッターではハッシュタグなにわ男子 ANNP をつけてツイートしてください。なにわはひらがな、男子は漢字でお願いします。同じ内容のメールは何通も送らなくても大丈夫です。一通の送信でしっかりと届いてます。届いてます。よいしょ。ということなんですが、今夜の放送は内容をいつにも増してパワーアップして皆さんにお送りいたします。パワーアップ、アップ。この後すぐ僕らのデビューシングルウブラブにフューチャーした特別コーナーをお送りしますので、はい、さらに日本放送で聞いてくれている人は放送時間が10分拡大、9時10分までの放送となります。みちどうしたん。いや、ちゃあのさ、パワーアップとかいきなりやられたら俺もついていかれへんからさいきなりどうしたと思って俺も流しながらアップ言うたわ。もう流すな。いや今日もね、あのテンション上げてちょっとお送りしたいなと思いますよね。みちはどう。そうですね、はい、テンション上がってちょっとお送りしたいですけども、うん、1曲目いきますか。あ、いっちゃいます。これもどうしますか。いっちゃいますか。いっちゃいますか。じゃあ東京都千代田区有楽町日本放送から生放送でお届けするなにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム、最後までお付き合いください。では長尾くん、今夜の1曲目お願いします。ウブラブのカップリングです。皆さんぜひ耳を澄まして聞いてください。なにわ男子でワラファンキータイム。今聞いてもらったのはなにわ男子でワラファンキータイムでした。今日は生放送楽しむでーす。なにわ男子の大橋和也です。道枝俊介です。長尾健人です。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアムを生放送でお送りしています。はい、ちょっと、はい、いいですか、長尾くん呼んでもらってもなんでそのちょっとドラマチックな振り方するの。いいですよ。わからんわからんわからん。いいですよ、ね、埼玉県ラジオネームストームトルーパーさんからです。はい、今日はもしかして大橋くんが MC？ 全く不安じゃないですよ。今日世間に大橋くんの MC 能力の高さがバレることを祈ってます。嘘つけ。あ、バレるわ。やばいやばい。言わないとやばかったで。いや、ここまで結構スラスラ来てるやろ。いやいや、なんのあれもないっていうくらい。いや、まあ大きな事故はないけど。ないやろ。ないけど顔真っ赤やで。いや、今日なんかすごい、なんか口の前なんていうの、口噛み噛み、口も赤いや、もう赤いや。ちゃうねん、なんか回らんねん、ほんまにベロが回らんねん、ちゃんとちゃんとちゃんと下のね、はい、それ体操しよう、後で。体操しましょう。体操しよう、体操しよう。さて、いつものこの時間は僕らの近況をお話ししていますが、はい、今回はこのトークゾーンもパワーアップアップ先々週の先々週ね、先々週な、先々週の先々週って
未来ってもうてるやん。先々週って。先々週のオリコン週間シングルランキングで、およそ2ヶ月ぶりに1位を獲得するなどありがとうございます。多くの皆様に聞いていただけているウブラブにかけましてありがとうございます。僕たちがジャニーズに入りたてのウブだった頃の好印象的なエピソードをしていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、いつもはね、近況トークを話していますが、今回はウブだった頃の印象的なエピソード、皆さんちょっと教えてほしいんですが、はい、じゃあ、みっちゃん、僕からいきますか。お願いします。そうですね、僕がまだ13歳か4歳の頃に、松竹座さんで、少年たちという舞台をね、関西ジュニアがやらせていただいてたじゃん。やったね。その時に僕初めての少年たちやったんかな、の時に、最後こう、囚人、新しい囚人が入ってきて、ちっちゃい子たちがバーって入ってきて、うわ、懐かしい。連行されるシーンで、で、歌って、開けていくシーンがあるんですけど、20人ぐらいかな、ちっちゃい子。やめろよ、触んなよ。そう。懐かしい。みんなそれ通るよな。そう、俺も通ってて。俺も通った。で、俺その出番待ってたんですよ、舞台下でね。そしたら、ぼーっとしてて、気ぃついたら、ギリギリになってて、出番。で、やばいと思ってバーって走ったら、僕が、俺が袖行った時に、もうみんなもうバーって出てって、俺もう袖でこうやってもう固まって、あ、出とちったやばいってなって。で、みんなもう立ち位置ついた後やから、俺が出たらもう目立つやん、変に。だから、出なかったですよね。っていうのはありました。そういうウブだったエピソードなのかわかんないですけど、でも意外とバレてなかったっていう。まあ、入所当時やからね。そうそうそう。まだ知ってくださってくれてるファンも、の方も少ないから。はい。っていうのはありましたね。え、その時さ、セリフなかったの？なんかね、大悟くんの弟役を、俺と京平と長尾で、日替わりで、なんていうんですか、やってたんですよ。ローテーションで。ローテーションで。それで、俺、弟役終わって、着替えて、だいぶ空いた後、舞台下で待ってたら、ぼーっとしすぎて気づいたら出落ちてた。いや、なんかみんな焦ってたよな、多分。みんな、俺もめっちゃ焦りましたよ。やばいと思って階段出して。俺は多分その頃、先に行ってるメンバーの中に、俺おってセリフ言うてるわ。そう。っていうのはありました。あるあるよね、なんか出と散るってやっぱり。あるある。あるある。あとでこう出てきてもさ、こう出と散ったって思われるの嫌やから、もう出えへんと、みたいな感じで。そう。意外とバレてへんのよね。振り付けさんとかね。いやでもファンの皆さんは。ファンの人はバレてる。ファンの人はすぐバレるから。やけど、そう、怒られへんと済むけど、後で謝りに行くよな、俺は。ちゃんとすいません。ちゃんともう、大悟くんとか浩二くんとか、そのメンバーに謝りに行きましたからね、俺は。やんな。それわかるわ。めっちゃあるある。あるあるやな、それ。あるあるですよ、これは。じゃあ、検討お願いします。はい。僕のウブなエピソードはですね、入所当時に、初めてバックを使わせていただいたのがセクシーゾーンのライブだったんですよ。あ、そうなんや。はい。だったんですけど、その時に、なんか僕たちまだ入所当時で、全然ジャニーズの曲も振りも全然わからない時だったんで、覚えることがたくさんあったんですよ。なんかこう知ってるダンスの曲もなければ、全部が最初からだったんで、2日間で12曲ぐらい覚えたんかな。未知も同じだったんですけど、その時にもう本当に、こんなこと初めてだったんで、もう、僕らもう泣きそうになるぐらい、死ぬ気で覚えたんですよ。でももう、覚えられへんってなって、覚えられないでも僕泣きそうになってたんですよ。泣きそうになってても、その時小学校6年生とか、中学校1年生とか、若いな。だったんで、もう泣きそうになってて、じゃあパッて振付師さんが、この子いいよ。ってなって。泣きそうやのに。なんでって泣きそうやのに。じゃあ、それは、菊池風磨くんが、なんか、ソロ曲の前に、その時のソロ曲、20やったかな。だから、風磨くんが20歳の時に、ちょっと、自分のソロ曲の前に、ちょっとこう、風磨劇場って呼ばれる、ちょっと、演劇みたいなシーンがあったんですよ。それは、なんか小さい子が泣いてて、風磨くんが励ましに来てくれるみたいな。おぉ、こう、っていうシーンだったんですよ。もう泣いてる子ぴったしじゃないですか。そうやな。じゃあ僕はもう泣きそうに なって焦ってるのを見て、この子がいいっつって、僕はその役を勝ち取ったんですけど、なんかやっぱ泣きそうになってたらいいことあるんかな。いやでもなんかそれを勝ち取って本当になんか泣くシーンをやるっていうやつだったんですけど、まあそれがいい思い出で残ってるっすね。はい。ちょうど良かったんやろうね。ちょうど良かった。探してて。なんかね、
泣きそうになるよ、振り付け。もう泣くんちゃうかっていう顔やったと思うんですよ。もうここに涙あるんちゃうかっていう。だからもう、振り付け師さんが、こいつがいい。って何のことかなって思って。もうそのまま出ろと思う。その状態で。その状態で。で、お前は、うん、もうそれで出たらいいから。言われて、うん、泣きそうになるのが出るって。しかもやっぱまだあんまり出たことないからさ、はい、それ出たら出たで緊張してな、はい、どうしたらいいんやろっていう泣くあれ演技もあるよな。そうですそうです。しかもセクシーゾーンさんの楽屋に呼ばれて、うん、風磨くんとリハーサルするんですけど、うん、そこでも泣きそうになる、うん、めっちゃ緊張するやんそれめっちゃ緊張して、ね、ケント可愛かったもん。いや優しかったですよ。でも風磨くんもね、ね、はい、優しくしてくれたからちょっと、はい、うん、勇気持って舞台に立てましたけども。なるほど、はい、ありがとうございます。最後は大橋くんですね。よっしゃ、お願いします。僕がまあアイドルだった頃の話なんですけど、今もアイドル、今もアイドル、あ、そう、今もアイドルやで。今誰やじゃあ何や今は、何者や。 MC 大橋くんにもアイドル時代があったわけよ。そう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 。今何者やねんじゃん。今もアイドルやけどまた違ったアイドルをね、あ、はい、あの志してた時代の話なんですけど、うん、僕が入ってほんまに1、2年ぐらいかな。で、ちょっとこう、アイドル前髪をちょっと、こう、やっぱ作りたいなって思って、前髪にめちゃくちゃ時間かけてたんですよ。うん、どれぐらいですか？もうそれも、もう30分とかじゃない。2時間。やば、前髪なくなるぞ。ほんまに。前髪を作るのに、まあ長くて2時間ぐらいかけてやってたんよ。ほんまに3時間前からこう、ちょっとこう髪の毛いじったりし始めて、それも松竹の時かな。松竹座出させてもらってる時に。まあ大部屋やったんでみんなおったんですけど、僕だけほんまに入って、まあ3時間ぐらい空くじゃないですか。そういう休憩時間とか。で、もうその時も最初からもう終わった瞬間前髪作り始めたりとかしてたんで、リハとかやってたり、あとはちょっと目立ちたいということで、服も結構色とか、あの、ピンクのテーラードジャケットとか。ピンクのテーラードジャケット派ですね。そ, その時からウブラブやん。そうやね、めちゃくちゃウブラブよ。やったり、トゲトゲの金のバッグとか、あったやろ、クッパのやつあったし、あとは、ポッケが12個ぐらいついた、カバンとか。何やねん、それ。めっちゃやばいな。そう、別に何も入れるとこないのよ。うん、そう、入れるとこないんだけど、はい、なんか周りにポケットいっぱいついてたやつとか、はいはい、で、僕がそれ選んだんじゃなくて、お母さんがそれ選んでたから、お母さんも多分、目立ちたいがり、目立ちたがりなんやなと思って。目立ってほしかったんですかね、そうそうそう、俺が目立ってほしかったんかなと思って、お母さんと一緒にこう、服とか選んだり、前髪も作ったりしてましたとさ、終わり。まあでも、いい話でしたよ。2時間かけるって、まあ、うん、結構かかりますけど、うん、でもまあ、それほど大事ですからね、前髪。2時間やってみてくださいよ。だって、東京から、京都ぐらいまで行ってんで。行ってる行ってる、全然。全然、だから、それぐらいの時間で前髪ずーっと髪の毛、あの、鏡見ながら髪の毛いじってんねん、俺。やばいっすね。ジョー君に聞いたらマジでやばかったって言うと思うで。あ、マジで？そんなにか、前髪は結構命でやってましたね。そうなんですね。はい、以上、ウブトークでした。今日のメンバーは大橋和也、長尾健人、道枝俊介、なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアムをお送りしています。それでは道、メールを紹介してください。はい、北海道チュンチュンワールドさんから。お、大橋くんが言っていたアイドル前髪ってどんなんですか？ラジオなので説明してもらえると助かります。はい、なるほど、いいですか？説明してください。僕のちょっとアイドル前髪、はい、僕のアイドル前髪は普通前髪って7、3ぐらいで分けるやん。確かにね、前髪ってちょっと分け、うん、目の上とかで分けたりするんだけど、はい、俺の場合は6、4やったんよ。はいはい、64で、分けてたんやけど、もう、なんていうの、女性のアイドルのこの綺麗な前髪あるやん。こう丸っこくてこう、なってるやつ。あ、はい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 、俺、あれを見て、うわ、めちゃくちゃええ前髪やんと思って、うん、これぞアイドルやと思って、前髪、その前髪をくるんってして、綺麗に、もう枝毛なしでこう、綺麗にやってたんよ。へぇー。スプレーもガンガン。だから、
4日でスプレー1個なくなるぐらいのペースで、スプレーぐらいしてた。あ、じゃあもう全然崩れへんねや。いや、もう崩れた。だから風とか当たっても俺だけ崩れへんかったんよ。すごい。それぐらい。じゃあごめん、のり弁ののり貼ってるみたいな。そう、ほんまに。じゃあ、だから俺の前髪ほんまにのりって言われてた。あ、そう。ほんまにのりついてるって言われてたぐらい、固めて、綺麗な前髪を作ってた。なんかちょっとこう、あれでしょ、根元からバーっと落ちてって、うん、眉毛ぐらいでキュッて曲がる。あ、そう。その前髪を、ずっとしてて、だからこの前髪も端がすごい長いみたいな。あーね、そういう前髪を作ってましたね。そんな時代があったのか。はい、続きましてケント、はいはい、読んでください。ラジオネームコロコロチーズさんからです。 道枝くんのトークで舞台の役柄でみんなが通る道という話が出ていましたが、他にもジャニーズでみんなが通っていくような役割とかあるんですか？あー、はいはい、何やろ、なんかみんなが通る、なんか登竜門みたいみたいな感じがね。あ、なるほどね。ジュニアになったらこれは絶対やるだろうみたいな。うん。何やろうな。何道ある？なんかあるかな。俺的に見た感じやと、そういうなんか舞台とかでサバイバルのやつあったね、うん、無人島のやつ。うん、で、前と後ろに草だけで隠された。あ、葉っぱ舞台とか。その下半身を、上半身裸で下半身、はい。を、葉っぱで隠して。そう。それなんかよく見てたイメージ。葉っぱた俺らやったっすよ。やってたやんな、うん。俺やってないのよ。京平と長尾がやってて。やった、お前はそれ吐いて、爽快感やー言ってましたよ。やってたんですよ。とかね、あとは、なんか刑務所の話で。ああ。あったやん。こうしなき牢獄。うん。少年たちの。少年たちのやつで。そう。で、ゼッケンを何番にするかっていう話も。あ、囚人の、その番号があるんですけど、その番号を、その自分の好きな番号にできるんですよ。その囚人番号みたいなの、うん、それをよくみんな決めてましたね。みんな何番やった？俺75番やったから。7月25の7と5を取って、75にしましたよ。俺も誕生日で8月9やから89番にしてた。うん。俺15やった気がするな。8月15日の。ああ、そういうことね。たような気がするな。まあ、815でもいいとは言われたけどね。やっぱ、2文字の方がいいやん。囚人言いすぎやろ。815人ぐらい。そうやね、そうやね。だから、そういうのいっぱいしてたよね。あと、キャンドゥ、キャンゴーとかね、みんな踊ります、ね。ああ、確かにね。やったな。絶対通る。あと、リバーシブルジャケットみたいなの着て。ああ、そうやな。ノースリーブの。ノースリーブとか。うん、絶対通るんよ。ピンクと黄色やったっけ？とか、あと白と黄色とか。うわー、そうやな。ノースリーブね。やっぱ何人か脇が生えてる子おんのよ。やめたれやめたれ。っていう。やめたれ。やっぱノースリーブのさ、なんかベストの形の衣装っていうのは、やっぱりジュニアになったら絶対着る。そうやな。衣装、ね。タンクの着回しとかね。着る着る。そうそうそう。ちょっと決まってたりするもんな。確かに。とか、いっぱいありますね。そういう登竜門的な。はい、いっぱいありますね、結構。じゃあ続いては、こちらのコーナーです。ウブラブ大ヒット御礼ねえ。決めフレーズだよ。選手権ねえ、今もだよ。おい、はいねえ、今もだよもう流れました。今聞いていただいているのが、はい、ウブラブの印象的なミッチーの一言、ねえ今もだよ。はい、この番組の中でもウブラブが流れるたびに即興でセリフを考えてメンバーなりの一言を入れるというノリがしばらく今続いてます。はい、新年一発目の放送でミッチーがハッピーニューイヤーと言ったり、ケントがいやーって言ったり、というわけでこの時間は僕たちが個人的にかっこいいと思う決めフレーズをね、今もだよの部分に当てはめて発表したいと思います。よいしょ、よいしょ。そしてさらにリスナーさんが考えた決めフレーズも紹介します。ウブラブを愛してくれている皆さんに僕らなりの感謝の気持ちを伝えていきたいと思います。はい、よいしょ。まずは僕らが考えたキャンちょっとやめて、キャン考えた決めフレーズを発表したいと思うんですが、はい、誰からいきましょう。いやー、もうそれは誰だろう。こういう時はじゃんけんする。じゃんけんしますか。はい、行こうか。いきますよ。最初はグーじゃんけん、ほい。お、ケント勝った。一人勝ち。一人勝ちですね。じゃあ、行くで。ミッチーじゃんけん。最初はグーじゃんけんぽ。あいこでしょ。あいこでしょ。はい、僕勝ちました。で、勝った順でいこうか。嘘やん。えぐいやん。いや、まあ、どっちでも、まあ、大橋君2番になるから。どっちも一緒やけどな。どっちも一緒やけど。じゃあ、勝った順番でいこうか。じゃあ、行きましょうか。はい、はい、はい。じゃあ、まず、ケント、お願いします。あのね、足のものだよ。はい、聞きましょう。はい。なぜそれを選ばれたんですか？もう、だって、ねえとだよって来たらもう、あのね、
足生なのよしかもないじゃないですか言葉的にな、うん、言葉的に、うん、しかも当てはまってるしな、ちゃんと当てはまってるよ、気持ちいいよ、ちゃんとそこで自己紹介するっていうなんかごめんな、最初に一発目にそれ俺だからなんで一発目にしたんかなと思ったよごめんな、なんか確かに申し訳ないわ、最初はそうシンプルなんとか、うん、ほんまの決め台詞とか行かないといけないよ、うん、あのねはあかんってまあ最後に行くやつやったな、うん、最後に行くやつよ、ごめん順番ミスった俺が、うん、じゃあ次続きまして、ほんなら俺行こうか、なあめっちゃ好きやで、先生ありがとうございます、絶対1番行くべきやろ、ほんまや、何で俺がしたん、2番じゃないやん、いやもう大体こんな感じやでって、ちょっと場をね、うん、いい感じにさせてもらおうということでケントね、いやケントはあんまりボケると思わなかったからそんなに、ごめんな、いやボケるよ、ボケでいくよいやもうパターンできたくない、ちゃんとしたやつと、うん、おもろいやつや、おもろいやつ、俺何すればいいのだからあれちゃう、何言ってるか分からへんやつ何それさっき決めんやそれ、うん、やっぱミッチもね、あのこのフレーズでね、うん、今もだよっていうのを言ってるから、ちょっとじゃあミッチこう普段かっこいいのやってるやん、うん、ちょっと違うパターンでいこうよ、違うパターン、ちょっと、うん、あのテーマ決める、うん、ミッチなりのなんかテーマ、うん、どんなのがいいの、逆に何がいい、逆にちょっとミッチはかっこいい系やから可愛い系で言ってほしいなと思う、可愛い系、可愛い系、ああはいはい、はい、可愛い系いける、もういけそう、そんなパッて言ってね、パッてできたらなんかできる、いけると思う、おすごい、さすがやな、じゃあミッチお願いします、ねえ甘えてもいい、うーちょいちょいちょい、甘えてよ、来い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 、俺しかも、だから俺一番最後や逆逆、いいや、なんか順番的に場を和ませてくれてありがとう、なんか逆やって、しかもこの振りに使われるジョー君よ、ほんまや何回歌ってるこのフレーズいやだからジョー君のフレーズも、うん、覚えてくれたということで、ジョー君聞いてるかないや2回目それでは続いてリスナーさんの考案の決めフレーズをちょっと紹介していきましょう、はい、はいはい、じゃあいきます、ちょっと楽しみやねんけど、大阪府ラジオネーム佐々木さんからいただきました、はい、はい、転んだんじゃねえよ、地面が俺を離してくれないんだ、かっこええ、何これ、かっこええかな、いやめっちゃかっこええやん、なんか転ぶのってさ、やっぱ足がつまずいてとかさ、そう、あります、だからこの人は転んだんじゃねえよ、地面が俺を離してくれないんだっていう、佐々木さんから、うん、なんかあれですね、少女漫画で出てきそうな、なんかな、かっこええよな、うん、セリフですよ、ちょっとやっぱ俺らもこういう系が良かったんかな、あー確かに、ねえってなかったじゃないですか、でもそのセリフあれですね、ボーランドさんが言いそうですねボーランドさん分かるわ、ボーランドさん、俺言ってもてるやほとんど母音が一緒やからもうじゃあ続きましてお願いします、はい、栃木県ラジオネームおからパウダーの指さんからです、トマトは食べれないけどトマトジュースなら飲めるよ、よいしょ、結構おるよな、結構いますよ、ね、うん、トマトちょっと苦手やけどトマトジュースならいけるっていう方もね、そうそう、ちょっと甘いんかな、なんでなんやろ、ね、俺逆にあんまトマトジュース飲んだことないねん、俺もあんま飲まないですね、あ、そうなん、甘いよな、うん、野菜ジュースはあるけど最近やっとトマト食べれるようになったね、あ、そうだよ、うん、ね、リコピンがいっぱいやからで、じゃあ続きましてお願いします、はい、静岡県ラジオネームピトミンさんから、はい、じゃあ台風めっちゃかっこいいね、いや、あれやな、ウィスターボイスな、ウィスターボイス、ウィスターボイスってウィスパー、ウィスパーや、ウィスターボイスってあれ、なんかちょっとなんか混じってるやん、ウィスパーボイスな、その前の道の、ああ、ああ、やめて、じゃあラジオネームとさ場所がさ反対やってさ、うん、あれ反対だ、なるほどね、全然大丈夫です、うん、めちゃくちゃいや、ミッチのこの言い方も良かったな、うん、ちょっと変えてくのいいと思う、ちょっとケントもちょっと変えていったやつ、ああ、オッケーです、オッケーです。じゃあケントお願いいたします、ねえ今日歯医者だよ
なるほど、教えてくれたやつね。教えてくれました、ねね、この方は、長崎県ラジオネーム犬まんまさんからですね。あ、なるほどね、犬まんま歯医者だよ。知らんの勝手に、ね、ちょっと忘れてたのやろな、はい、だからお母さんみたいな、うん、教えてくれそうやな。いいっすね、ありがたいです。どうよスケジュール確認ね、はい、いやめちゃくちゃいいやそういうの、うん、じゃあスケジュール確認パターン行きましょうかね。愛知県ラジオネームけんけんさんからいただきました。お、ねえ醤油取って。待って、やばい、リスナーさんがボケてきたで。ボケてきてるな。ボケてきたぞ。あかんあかんあかん。ちょっと俺らより面白いこと言うのやめて。なんか俺らすごい面白くなかったみたいな。あかん。面白く言ったの次の。俺らもカッコつけながら。いやどんどん行こう、どんどん行こう、面白い。じゃあラジオネームジャンピングーグさんから。ねえ先生、プリントが1枚足りないよ。かっこいいな言い方。なんかミッチーに言われたらさ、なんかドキッてしまう、してしまうよ。この言われ学校で言ったらさ、すごいかっこいいよ。なんかかっこいいかっこいい。なんか手こうやってパッて上げてさ、うん、ねえ先生プリントが1枚足りないよ。うわ腹立つわ。そう腹立つやろ。腹立つけど腹立つけどかっこいいや。でもあのクラスのみんなは多分一瞬見るよな、うん、そっちの方向どうしたってなるけど。そうどうしたん急にって。じゃあはい、お願いします。いきますね。愛知県ラジオネーム手袋は軍手ちゃんからです。ねえティッシュ1枚取って。あやっぱ2枚欲しいよ。なるほどね。一枚でちょっと鼻水が、はい、取れきれないってことで、なんで鼻水限定。なんでもええけどさ、なんでもいいですけど。え、ティッシュ取ってって言われたら何枚取ります？俺2枚取るんですよ、シュシュって。え、俺箱ごと。箱ごとパターンよ、俺も。そう、何枚取るか分からんからっていうので、なもう一枚ちょうだいって言われたらもう一回動かなあかんやん、はいはい、それがめんどくさいから箱ごと渡しちゃうかも。取って。そうなんですね。そう、僕家族によく言われるっすけど、うん、パパって取ってはいって渡すしね。まあ2枚で大体は足りる、うん、全然足りるよな。だって1枚で1回ほじくって、で最後にこうピッて鼻ほじる枚数とかいらんのよ。ちゃうかも。違う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 。すいません本当に。じゃあ続きましていきます。はい、埼玉県ラジオネームさんさん里芋さんからいただきました。ねえクーポン持ってるよ。腹立つな。使うわ俺クーポン。めっちゃ使うわ。使うんや。めっちゃ使う。だってさ、ね、なんか食事行った時に、まあ言うたら同年代の子と行った時に普通に払ったらちょっとやっぱ高いやん、うん、だから500円クーポンとかあるからこれ使いとか言うもん。使うけど、でもなんていうんですか、こうレジしようとして、うん、クーポンない雰囲気漂わせてからの、あすいませんクーポンなるのめっちゃ腹立つんやろな。めっちゃ嫌やな、ね、店員さん的に嫌なんやろな、うんうん、一回レジ売ってもうてるからな、うん。じゃあ続きまして、みっちお願いします。いや、福岡県ラジオネーム、天夏さんから。お、お。ねえ、その大福、粒あんじゃないよ、こしあんだよ。え、みんな的にどう、うん、え粒あんか、こしあんどっち派？俺こしあん派。こしあん？あ, あんま粒あんとこしあんの違いが分からへん。粒あんはあのちょっと大豆がちょっとしっかり入ってるやつ。豆が。豆が。ああじゃあこしあんなのかな。こしあんか。あ僕カスタードが好きやから。カスタード頼むよ、ね。違うコメント来た。うん、まあ、カスタードも美味しいよな、うん。甘いからね。甘いからな。はい。じゃあ続きまして、いっぱい紹介できるな、めっちゃ美味しい。うん、愛知県ラジオネーム塩分チャージさんからです。ねえ寒い？じゃあ腹巻き貸してあげるよ。腹巻きかい。コートじゃないんかい。うん、腹巻きよ。お腹しか温められん。じゃあ腹巻き持ってたってことは自分で巻いてたってこと。そうそう。あ自分のちゃんと温めた腹巻きを。だから豊臣秀吉方式。あの靴温めておきましたと一緒で腹巻き温めておきましたみたいな。いいやんか。いいやん。ちょっと待って。でも生ぬるそう。めっちゃ嫌やな。体温でね。体温の温度はちょっと嫌やな。うん、生ぬるいから。はいはい、
じゃあみんなここまでやってみてどうやった？ここまで、いやこの企画面白いですね。面白いよ、うん、なんかどんどんもっとなリスナーさんのも言いたいし、俺らもちょっと言っていきたいよ、ね、考えを、まあ、全部はねちょっとこれね後でなんかもう一回やりたいよな。あ、やりたいですね、うん、やってよっしゃそれでということで以上です。ちょやばいです。何？なあ、それで。セリフ言わんで、別に言わんけど。ということで以上です。ということでね、まだまだね、はい、やりたいと思うんで、皆さんぜひぜひ待ってます。はい。はい。じゃあ、紹介お願いします。はい。ここまでやってきたんですけども、うん、ちゃんとね、オンエアもします。僕たち、なにわ男子のデビューシングルです。ウブラブ。はいよ。もっとあんな恋がしたくて。お聞きいただいたのはなにわ男子でウブラブでした。今日のメンバーは大橋和也、長尾健人、石枝俊介、なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアムをお送りしています。今日のメールテーマは私のミステリー体験ですということなんですが、もうケントあるらしいね。おお、ありますよ僕ミステリー体験、ね、なんかね僕は帰り道に、うん、その駅から最寄り駅から家に向かって、うん、歩いてる時に、うん、なんかパッて上見たら、うん、なんか音楽も壮大になってきましたけど、うん、なんか6個ぐらいの流星群みたいな、うん、隕石みたいなのがこう流れていってるの見えて、でもそれ止まってるんですよ、それ僕写真にも収めてるんですけど、なんか止まってて、本当にこううわーって本当に綺麗に流星群みたいになってるのを見たんですよ、すげー。それが一体何なのかまだ分からへんな。謎に包まれてますね。じゃあ流星群委員会みたいな人たちになんか写真を何その委員会、なんかそういうなんか研究してる人がおるやん絶対、ね、そんなおるからまんまの名前あるやんじゃあその人に写真渡したらさ、なんか判明できるんじゃん。確かになんかオカルト部門とかね、あるかもしれへんですね。送ろうちょっと送ってもらおう俺たち日本を、いや送ってみますっつってそう送ってみよう。じゃあケント、ほんならリスナーの皆さんの私のミステリー体験お願いしますはいはいはい、絶対こっちがさっきやまあそれや今といてちょっと、はい、福岡県福岡市ラジオネームみかこさんからです。わー怖いな。5年ほど前の出来事になるのですが、外を歩いている時ふと空を見るとかなり明るい大きい光がありました。外は違和感を感じ、動画を撮ろうとスマホを出した瞬間、その光は10個くらいに分裂し、横一列にものすごい速いスピードで消えていったのです。車も人の通りもない道だったので怖くなり急いで帰りました。結局動画にも収めることもできず、私一人だったので誰に言うこともできず、今までずっとモヤモヤしていました。今思うとあれは夢だったのではないかと思うぐらいです。なにわ男子の皆さんは未確認飛行物体信じますか？らしいです。読み方、音楽にはなんか合わせて読まんでいいよそんなに。金田一のサントラですよねこれはね。そうやな、金田一なサントラですから、これはこれそうなんや、はい、そうです、サントラですから。そうなんですね、はい、みんな信じる？俺ねでも結構ね、うん、未確認生物とか、うん、一緒に飛んでるもん。ちゃ飛んでるわけないやろ俺も未確認になってまいやんけど、ミッチー飛んでた。俺写真いっぱい撮るな未確認生物のミッチー俺も未確認でこう俺がユーマになってこう飛んでるってこと、撮るみたいにこうやって俺自撮りしながら撮るわそれはミッチーミッチーして、こうやってラジオで伝わらんから伝わらんなって広げてね、あの鳥みたいにちょっとねやってましたけど、飛んでましたね。でも、はいはい、信じますよ俺結構そういうなんか未確認生物系とか大好きなんで。 UFO とか信じるってこと、はいはい、信じますね、あとはなんかネッシーとかわかります？メッシー？ネッシー、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 あのなんか湖のなんか首長いやつなんですけど、うん、とか、あと結構ね海とかにもいるんですけど、うん、なんかいるんやそんな、あのユーマというか未確認生物みたいなのがいっぱいいると言われてるんですよ。なんか地中海じゃあの、うん、結構深海か、深海の方に。そうそうそう、地中海と深海って全然違う。でもマリアナ海溝とかにも、普通の太平洋とかのあれやからそう、世界中で 2% しかまだ調べられてないから、なんか言ってたよな、そう、うん、でマリアナ海溝が、うん、
1万何メーターとかかな、うん、深海行くのが。でそこでなんか結構深海魚とかいっぱいいて、まだそこも全然調べてないから、もしかしたらその海とかにもいるかもしれない。なるほどね。だって下の方行ったらさ、結構さ水圧があるから結構痛いやん、うん、下まで行ったら。行ったことあるんですか？痛いやん。いや、ないけど、絶対水圧痛いやん。だって。いや、まあでもその、深海の魚とかを、こう、いきなり、こうやって僕らがいる、上に上げると、ちょっとこう、お腹が出てきてたり、なんかやっぱり下の水圧で暮らしてるんで、こっちに来ると水圧がなさすぎて、体に異変が起きちゃったりするんですよ。ああ、そうなんや。膨張するのかな、怖いな。逆にね、10メートルぐらいかな、に、その、行ったらペットボトルボンってへこむんですよ。ああ、だから飛行機でも一緒やな、へこむのと、うん、そう逆に人間の方が行ったら。じゃあ続きましてケントお願いします。ケントちゃん、ミッチお願いします。何個読ませるんですか？ええやん、別にいっぱい読んでいこう。じゃあ行きますね、ラジオネーム北海道もこさんから、私は幽体離脱したことがあります。多分2歳くらいの時、お母さんと一緒に寝ていたのですが、ふと夜中目を覚ますと蛍光灯が目の前にあって、下を見たら、寝ているお母さんと私がいました。その瞬間ものすごい衝撃でベッドに落ちました、この経験を2回したことがあります。あまりにも衝撃的な出来事だったので今でも鮮明に覚えています。衝撃的離脱って。そうなる。ザ・タッチの皆さんがやってるやつな。もうそこ広げるとこじゃないから。幽体離脱ってほんまにあるんや。でもあるんやな。経験したことないけどね。夢ではなくてやってことやもんな。そうなんや。でも怖いな、そういうのあるって、なんかそういう現象一回やってみたいっていう自分もおんのよ。まあ気になる部分ではありますから。そう、なんか体験したいとか、なんか幽霊がこう見えるのは怖いけど、そういう幽体離脱とかそういう怪奇現象的なやつをやってみたいなってめっちゃ思っちゃう。だから金縛りとかもなんかなる人とかいるじゃないですか。俺めっちゃよくなる、金縛りはなったことあるよね。だからそれとなんか同じ部類なんかな。なんか俺めっちゃよくなるし、おとついなった。そうなんすか。もうよくなんねんな、金縛り。なんか変な、なんか怖い夢あるやん、たまに見るやん。俺もそうなんすよ。そう、怖い夢見たらすぐこう金縛り起きて、目は開いてんのに体動けへんのよ。そう、体硬直してますよね。そういうのとか結構あるかな。そう、俺も夢見た後体固まったりとか。うわー、待って、ラジオどういうこと、どこで感じたの？どこで感じた？いや、なんかそういうちょっとこう怖い話っていうか、なんか心霊番組みたいな。ちょっとちゃうけどね、いや俺も怪奇現象起きたことあって、そういうちょっと夢みたいな話やねんけど、僕がなんか2歳か3歳の頃、あの奈良におったんよ、おばあちゃんのお家で、で寝てた時やねんけど、なんかパッて目覚めたら体動かんくて、なんでやろうと思ったら、前に怖いおっちゃんが斧持ってんのよ。怖っ。まず怖いやん。怖い。そこで怖いねんけど、やばっと思って、体硬直してるし、見るしかなかったやん。で、見てたら、なんか斧振りかざす感じで来たから、やばい、殺されると思ったら、踊ってて、斧持ちながら。どんな意味？何なんそれ。もう意味わかれへん。そういう、夢ではないで、起きてたよ、だから。で、それがこう溶けて、お水飲みに行った。だけかいな。結局それは何やったんですか？いや、わかんない。夢でもなく、なんかそういう、結構そういうのがあんのよ、よく俺も。そういうの見たりするから、そういう話でした。引き続き、皆さんのメールをお待ちしております。怖いな。今一番怖かった。怖いわ。怖い怪奇現象でした。宛先は、なにわアットマークオールナイトニッポンドットコム。なにわアットマークオールナイトニッポンドットコムです。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアムをお送りしています。じゃあ
あのテーマメールお願いします。はい、テーマメールではないですけれども普通歌を読ませていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、神奈川県ラジオネームなっちゃんこなべさんからです。はい、長尾くんがジュニア時代ダンスの振り付けを覚えられなくて泣きそうになってたと言っていましたが、道枝くんと大橋くんはジュニア時代泣きそうになった話などありますか、とのことですけれども、あります？道ある？俺ある、なやった、あんま泣くことなかった、あんまジュニアって、あんまりめっちゃ泣いたってわけじゃなかったんですけど、なんやろうな、俺一個ある、ん、滝沢歌舞伎さんで対抗してる時に泣いちゃった。ああ、あの練習がめちゃくちゃしんどすぎて、なんか 2,3 回は耐えれんのよ、あの太鼓を叩きながら腹筋太鼓って言うんだけど、外腹筋してっていうのがあんねんけど、それを7回8回目ぐらい連続でやった時はしんどすぎてもう上がらんくて、もう体が、でそれで滝沢くんめっちゃ見てるから怖いやん、だからほんまに泣いちゃった、それで自分できん自分がもう嫌すぎてっていう、あのあれはあるけど、大変ですもんねあれ絶対ね、そう、なんか怒られて泣くっていうことはあんまなかったかな、うん、俺なんやろうな、ミッチーは、俺はなんか、うん、泣きそう、あんま見たことはない、なんか、うん、あんまり見たくないと思ったんですけど、可愛い笑顔でいっぱいいてくれた、うんうん、そうかな。まあでもはい、いろいろねありましたけども、うん、じゃあメールもう一個お願いします。はい、東京都ラジオネーム鉄板焼き焼きさんから、うん、ねえ大橋さん、粒あんは大豆じゃなくて小豆だよって。いいやん、豆と豆みたいな感じやん、うん、大豆もね、イソフラボンがあってね、すごいあの体にいいからね、あ、いやいや、皆さん飲んでいこう、成分の話してる感じ。飲んでいこう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 。へえ、あ、島根県コッペピンポンさんパンさんからいただきました。コッペピンポンさんやどうも、流星群委員会ですやって。隕石6個はもしかして長尾くんを除いたなにわ男子メンバーじゃないですか。フライングの練習をしていたら長尾くんが勘違いして流星群に見えたんだと思います。なにわ男子のメンバーはキラキラしていますからね、ありがとう、ありがとうございます。あれ、なにわ男子やったの。なにわ男子すごい燃えてたよ、燃えてた。いやだから情熱やんな。そう、情熱情熱、俺ら頑張ってフライングしてる。そう、なにわ男子めっちゃ速いスピードでほんならやってたんやな。あ、だから俺50メートル1秒ぐらいで走れんもん。やっぱマフはなんぼなんそれ。はい、皆さん番組はこの後も続くのでぜひ聞いてください、お願いします。日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム。改めましてこんばんは、なにわ男子の大橋和也です。道枝俊介です。長尾健人です。時刻は午後8時を過ぎてしまいました。この時間はなにわ男子のオールナイトニッポンプレミアムをお送りします。はい、はい、感想メールお願いします。はい、神奈川県ラジオネーム、うん、ふるふるさんからです。ふるふる、ねえ今もだよって、結局道枝くん言えば何でもかっこよくなるってことが分かりました。多分長尾くんと大橋くんがかっこいいやつを言ってもボケに聞こえるかもしれません。俺らもかっこいいの言えるで。かっこいいの俺らも言えるよ。言えるよ。じゃあ次さ、まあ、10分これ拡大スペシャルや。うん、その10分の間にちょっとなんかやろうや。ああ、いいっすよ。やろうやろうやろう。そこでやろう。やります、はいはい、やろう。ちょ、俺らもかっこいいところいけんねやっていうところちょっとリスナーの皆さんにね、感じてほしい。ボケたあかんで。ボケボケボケ一切なし。もうかっこいいまま終わろう。ああ、行きましょう。わかりました。じゃあ、ミッチお願いします。はい、じゃあ続いてこちらの企画、さあ、続いてこちらの企画をお願いします。はい、目指せラジオ男子チカチカちゃんよいしょ。はい、ラジオパーソナリティに必要な力を養うバトル形式のラジオ技術向上企画です。はい、毎週あるテーマに沿ってメンバーが対決し、通算で5回、最優秀パーソナリティに選ばれると番組内で単独でのオールナイトニッポンをやる権利を獲得できます。勝者を決めるのはリスナーの皆さん、今夜も番組公式ツイッターの投票機能で企画に参加してください。お願いします。ちなみにここまでではですね、ジョー君、大悟君、僕道枝、そして長尾、大橋君の5人が、参照していて、京平と、流星君が1勝で、めちゃくちゃ結構いい勝負してますね。ね、結構いい勝負よね。ね、だから今日誰かが
1勝取ればリーチってことですよ。あ、そっか、4勝なってリーチも5勝なればいいもんな、だから誰がなるのかわからないですけども、今回のテーマはこちらでございます。頑張れ受験生、なにわ男子流本番前の心構えをアドバイス対決。よいしょよいしょ。はい、日々、一人で机に向かう受験生にとって、ラジオ番組のパーソナリティは信頼できる大人であり、電波を通して心を通わせるパートナーのような存在です。その通り。今回はですね、受験シーズン真っ只中で、大事な試験が控えているリスナーさんに、僕らなりのアドバイスと応援ソングを送りたいと思います。企画に入る前にちょっとはっきり言っておきたいんですけども、僕たち3人勉強に関するアドバイスは全くできません。まあ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 、そうですね。はい。全くできないです。勉強できないので。そうやね。はい。できるけど、できんって言っとこう。そこはもう。いや、もういい、もうできんでいいのよ。もうはい。でも、テレビの生放送であったりとか、大きな会場でのライブであったりとか、その絶対に失敗できない、緊張感漂うところはそこそこ、経験させていただいております。そうやね。ということで、勉強に関するアドバイスではなくて、大事な場面でどうやったら力を発揮できるのか、実体験も交えてね、お話ししていこうと思っています。はい、よいしょ。よし、じゃあ成功していこう。順番はくじ引きで引きますか。うん、もうくじ引きが一枚からな。じゃあミチ引いて。引きます。じゃあお願いします。誰になるかな、誰が出るかな。トゥルッテッテルッテッテルッテーン。出ました、ミッチの効果音。さあ、誰が出るんでしょうか。誰が、なんでそんなテンション高いの。誰が、道枝修介。よいしょ、よいしょ。8時台テンション高いな、ええな。はい、真っ先に僕が、僕を引きました。じゃあ、ミッチー、いけるか。はい、いきますね。ミッチー、受験生へのアドバイス、お願いします。そうですね、やっぱりこう、受験ってなると、すごくこう、緊張すると思いますし、やっぱりこう、すごく、ね、手汗をかいたりとか、結構慌てふためくと思うんですよ。冷静じゃなくなってくると思うんですよね。でもそういう時は、やっぱりこう、ポジティブに考えましょう。ポジティブに考えることによって気持ちが楽になると思いますし、僕がいつもこう、緊張する場面で、やってることは、深呼吸を3回するっていうのはやってまして、あとポジティブに考えるって、絶対できる、できる、大丈夫。俺はここまでやってきたから大丈夫っていうのを、心の中で自分に唱えてあげると、少しはちょっと気持ちが楽になると思いますね。はい。だから皆さんもちょっとやっていただけたらいいなと思いますし、そういう時にね、やっぱりこう、僕が仕事でこうね、終わるたびにっていうか、緊張した場面がこう終わった後とかに聞いてる曲はですね、ノースさんの、今最高と言える日々という曲なんですけども、皆さん一日一日をね、大事にしていこうっていうような前向きになれる歌詞だと思いますので、皆さんぜひ聞いてみてください。はい、よかったんじゃない。なあ、よかった。背中押されるような。大丈夫でした。うん、あ、よかったよかった。これだから受験生の子たちは本番、もしかしたら受験の前に深呼吸を3回して、未知のファンとかやったら、はい、やって受験に挑む子も絶対出てくると思うから、はい、やっぱりこう自分を、まあ、その期間騙すじゃないですけど、じゃあ気持ち的にも気楽になるんじゃないかなっていうのは、僕はいつもそうしてますね。結構深呼吸っていいよな。結構ね、俺らもそうするよな。そうですね、だからルーティンとか結構決めてやりますし、僕らもね、ライブ前とか大事な場面では、だからそのルーティンを作ってもいいと思いますし、だからそのルーティンの中に入れてもいいと思いますし、この深呼吸であったりとか。あ、そうやな、自分のね、ルーティンで。だから、で、まあ、この曲はあれ、ミッチーいつも聴いてる曲。そうです、仕事終わりとか、やっぱりこう聴くとね、なんかこうこれから先頑張ろうって前向きになれるような、曲ですので、すごくこういい曲ですね、この曲は。俺知らんかったから、後でいろんな調べを聞いてみようかな。いや、めっちゃ好き。調べてくださいよ。じゃあ続きまして、くじ引きお願いします。はい、じゃあ誰だ、誰か、誰が出るかな、誰が出るかな、テレ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 、長尾健太。じゃあ健太いけるか。はい、行きます。行きます。健太の受験生のアドバイススタート。はい、今受験シーズンでございますけれども、まあ僕たちも
中学校の時であったりだとか高校受験を経験しまして、その緊張感はすごいわかるんですけど、うん、なんかこう逆にこう滑ったらあかんって思っちゃってる方いると思うんですけど、うん、なんかこうこれからね、その行きたい高校であったり行きたい大学、もしかしたら中学受験をする子は行きたい中学であったりだとか、なんかこう目指してる部分はあると思うんですけど、逆になんか滑っても全然格好悪くないし、なんか笑われるとかちょっと思ってる子もいるかもしれんけど、その全然気にせんでいいし、なんかもし笑われたらもうここにお便りであったりライブに来てくれたら僕はもうびっくりするぐらい励ますし、もう全力でそれから応援するし、まあ滑らへんことが一番大切なんやけど、全然滑った後のことなんか気にせんでいい。これから人生なんてこう、修復可能やし。で、やっぱりこう、その受験前にしたらいいのは、僕はライブ前にいつもするのは、腹から一回声出すっていうことをやるんですけど、なんか、それこそ今回の、なにわ男子しか勝たんっていうツアーやったら、フライング前に僕よく、大きい声出してたから隣にミッチがびっくりしてたまに振り向いたりしてたねんけど、なんかこう一回声を腹のから声出すことによって、なんかちょっと自分に自信を持てるというか背中を押してくれると思うんで、うん、何でもいいです。はぁでもやぁでもいいし、何でもいいんです。でもなんか一回声出したら絶対うまくいくし、うん、なんかいい方向に進むと思うからやってみてください。僕はあなたの味方です。頑張って。いやー、音楽、あ、それでは聞いてください。音楽ですね。はい、僕この音楽大好きなんですけど、背中を押される楽曲となってます。聞いてください。菅田将暉さんで見たこともない景色。お、うん、うん、はい、いいんじゃない。いい感じでした。いいよ、よかったよ。スタッフさんからもね、いい感じだったよって耳元で、ね、来たな。ありがとうございます。いやもうめっちゃ緊張した。これなんていうの、伝えたいことは分かる分かる思ってるんですけど、やっぱあんまりこうなんて伝えていいか分からへんし、ちょっと分からへんかったけど、なんか僕の精一杯の思いを込めて、なんか受験生を応援できたらなと思って、うん、なんかもうほんまに全力を出して、うん、無理やったらもう無理やったらいいやんかっていう、うん、もう全力、後悔なかったらそれでいいやんっていう、うん、俺らが隣におるから、うわ、横一列でな、横一列で味方、ね、そうよ、俺らは味方ですからね。でもミッチーもケントもあれやもんね、最近まで高校生やったからね。そうだから受験生の子とかの気持ちとかはよく分かる、ね、分かります分かります。だから頑張ってほしいですね。僕らも受験の時はやっぱ緊張したんで、さあな、この楽曲でね、泥臭くていい、格好悪くていいって歌詞があるんですよ、うん、もうその通りだと思うんですよ。格好悪くても夢を掴んだらいいんですよ、もう何があってもがむしゃらにな、うん、がむしゃらに、あ、もう全然いけるよ、もう頑張って、がむしゃらによっしゃ、頑張るわ俺も今から。頑張ってくださいそれは頑張ってくださいいいなこの曲も、うん、じゃあ続きまして、じゃあもうくじ引かんでも分かります、はい、お箸風ですね、はい、行きましょう、行きましょうか。じゃあアドバイススタート。そうですね、やっぱ受験っていうものは、まあみんなも二人も言ってたけど怖いっていう、あとはちょっとこう緊張とかあると思うんですけども、まあ怖いっていうのは、まあ人生の中でたくさん経験することなんですよね。やっぱりその受験もそうですし、会社に入ってもそういう怖い思いとかたくさんできると思うんですよ。その怖さはもうほんの一部やって考えるとちょっと楽になるのかなって思いますね。やっぱりこの自分が生きるこの人生で失敗はやっぱり僕の中では成功のもとと思っていて、まあ失敗するからこそ道が自分でこう行かんでいい方向がわかるので、やっぱ失敗しないと道二手にあったらどっちが正解かわかんないじゃないですか。やっぱ行ってみて失敗やったらまた引き返せばいいし、でやっぱりその受験もまあさっきも言ってたけど笑われるっていうあれもあるかもしれませんけど、全然そんなことなくて、なんか別に落ちたからが悪いとかじゃなくて、やっぱ失敗している分みんなより強みにもなるし、そこはだから失敗は恐れずに
ちゃんと前に進んで、はっきり言ってもう受験勉強もしてきたし、みんなのなんかそういう勉強具合は、やっぱりそういう自分も受験とかしたので、いっぱい勉強したいなっていうのもみんなわかるから、全然そこは気にせんと、今の自分をもっともっと全力で出すっていう意識をすれば全然いけると思うので、だから失敗も恐れずに、僕はすごいこう頑張ればなって思います。もう、それだけですごい気持ちが緩くなると思うので、でも緊張はすごいいいことなので、全然その調子で頑張ればいいと思うし、自分の中で緊張してたら、なんでしょうね。まあストレッチするとか、やっぱりこう、深呼吸もそうですけど、体を伸ばすっていうことはすごい体の硬直を取る、あの行動なので、ストレッチは。だから、気が楽になるかもしれませんので、こう、始まる前に手首でもこう、ちょっと鉛筆を持つ手もこう伸ばしたり、あとは首をちょっとこう動かしたりすると、意外と呼吸も落ち着くと思うので、皆さんもぜひやってみてください。受験に負けるな！ザードで負けないで。でもまあ、はいはいはい、よかったんじゃないですか。うん。ほんまに？やっぱこの曲にね、負けないです。やっぱこう、そう。受験もそうですし、うん、何事もこう応援してくれるし、うんうん、なんかほんまにこの曲は応援ソングやなって。だからちょっとこう気分が病んだ時はこれ聴いたりしますね。ほんまにやっぱり音楽の力ってすごいなと思いますよね。そうなんよ、うん、やっぱり ね音楽聴くだけでも結構その落ち込んでたこととか吹っ飛ぶ時とかもあるんで、うん、だから結構音楽の力ってすごいなと思いますし、 そ, う そ, う、うん、その力をこうにっかりって僕たちも活動できてる部分もあるので、うん、そうやな。だってウーラブ聞いてもうダンスしなするのがすごい楽しいって言ってくれる方もね、うん、たくさんいたりね、他の曲もねたくさんあってね、それを聞いて、うん、あの受験勉強頑張りたいと思いますっていうね声もね聞くから、うん、ただそういう音楽の力もっともっと僕たちも伝えていきたいよね。そうですね。それこそ僕たちでいう夢渡しとか、うん、まあ、あのウブラブとか聞いてあの元気出してくださったら嬉しいですね、うん、はい、そうですね。そうやな、はい、ということで以上でございます、うん、さあリスナーの皆さん、応援ソングがですね、いい楽曲であることは、間違いありません、うん、僕らのアドバイスの内容のみを判断材料にして番組公式ツイッターから投票をお願いいたします。お願いします。投票はですねこの曲の間に、お願いします。はい、冬にぴったりのなにわ男子の曲となっております。なにわ男子でスターティングベル。長尾健人、道枝俊介、なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム。対決の、感想メールが届いています。ありがとうございます。ありがとうございます。僕からいきますね。お、埼玉県ラジオネームチュンリーさんから。お、私は来週高校受験です。道枝君のアドバイス本当に受験で使おうと思います。ありがとうございます。このラジオでいい情報をもらえると思いませんでした。いい情報、いや、まあ、いっぱいいい情報詰まってるよ。確かに、まあ、いいこと言えなさそうなメンバーが集まってるから、まあ、分からんでもないけど、うん、でまあ本当に僕のアドバイスでなんか誰かな知らんね、あの背中を押せることができたのであればすごく嬉しいですし、うん、来週高校受験ですけども全力尽くしてあの頑張ってください。うん、頑張ってください。頑張れ。はい、じゃあ僕読ませていただきますね。愛知県ラジオネームかなぽんたんさんからです。はい、長尾くん、私は朝起きた直後に腹から声を出しています。二度寝予防になるし今日も一日頑張ろうと自分を鼓舞できます。パワーらしいですけれども、はい、じゃパワーって書いてた。パワーって書いてた。パワーって書いてんのか。私は朝起きた直後に腹から声出してます。俺と同じぐらい迷惑よ。俺と同じ。うん、いやだからパワーって言ってんだよな、朝来たら。朝からパワーって言ってくれてるから。いいよ。いやでもほんま本当にやっぱね、二度寝予防になるし、うん、なんかこう切り替えられるんですよね。確かに、ね、腹から声出すことによって、うんうん、だから本当にいいと思うので皆さんも朝起きたら
はっつって、なんでも、パワーでもいいんで、うん、ちょっと目覚ましてもらえたら、隣の部屋の人も起きると思うんで。隣の人のアラームがします。いややなぁ、ほんまに、うん。なんか夕方ぐらい起きなあかん時にな、言われたら。寝たいのに。続きまして、岡山県ラジオネーム、てるまえおまえさんからいただきました。ありがとうございます、本当に。いつもの、ありがとうございます。大橋さんのアドバイスを聞いて、怖さはこれかは、怖さはこれかはもう、これからもずっと続いてくるものだけど、ずっと恐れていたら前に進めないと思ったので、うん、頑張るぞという何事にも失敗に恐れず、立ち向かおうと思いました。大橋さん、マジかっけーっす。あだっす。おあだっす。あだっす。ありがとうございます。かっこいいっしょ、うちのリーダー。ありがとうございます。かっこいい。まあ、24年間経験してるんでね。あだっす。年上かもわかんない。ダサいな。年上かもね。やばいな、ちょっと怖いな。はい、はい、はい、というわけで投票終了。終了した。怖い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 。さあ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 。まあまずちょっと結果を発表しましょうかね。うん。頼む。じゃあ3位からいきましょうか。はい。誰も良かったからな。第3位は、うん。29.4% の、お、肉。僕、道枝俊介です。よいしょ、はい、いい?2位、3位です。あ、3位 ?3 位です、うん。でもみんな良かったもん。みんな良かったですから。うんうん、ほんまに。そして、第2位は、うん。31.9% で、うん。大橋和也君、よいしょ、おめでとうございます。ありがとうございます。1位は 38.7% の長尾健人君です。ありがとうございます。ありがとう。みんなありがとう。ありがとう。愛します。ということで、長尾は通算で4ポイント。4ポイント、え、え、リーチやん、リーチやん。リーチ、リーチ、リーチ。だから、5勝取れば、1人でオールナイト日本プレミアムを出る。あと1回勝てば、もう単独でオールナイト日本できるよ。1人で2時間。やば。あ、全然、2時間か、まあ1時間か、まあどっちかわからんけども、うん、まあ呼んでな、全然ゲストとしても。いいよ、全然。買った意味なくないそれ。買った意味全然ないやんか。いや、でも、うん、あのね、ありがとうございます、皆さん投票していただいて。うん、ありがとうございます。で、でもそのね、2時間であったりだとか、うん、まあその、一人でさせていただいてる時に、多分その時にはもう受験をみんな経験してるであろうから、またその時にね、受験の子たちも、うん、あのどうだったかとか元気出ましたとか、また感想メール送ってください、はい、お願いします。頑張ってね。ということで、以上目指せラジオ男子でした。頑張れ受験生、頑張るんだ、頑張れよ。やや、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 応援してるよ。大橋和也、長尾健人、道枝俊介、なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアムをお送りしています、はい、メールたくさんいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日のメールテーマの私のミステリー体験を紹介したいと思います。はい、お願いします。宮城県仙台市のリンと赤さんからです。高校生の時、テスト期間で一日家で勉強していた日のことです。中学の同級生から今〇〇のカラオケにいたというライン。当然今は、私は今家にいてそんなはずはないので、いや今家にいるよと返信。その時は似てる人がいたのかなくらいに思っていました。その翌日、今度は別の友達から、さっき〇〇で見かけたよ、何してたのと LINE が来ました。ちょっとびっくりしましたが、こんなこともあるかと、この不思議な現象を受け入れた私でしたが、その2日後、また同じように私を見たという目撃情報が。当然どれも私本人ではないので、似た人がいたという話なのでしょうが、立て続けに起きることは今までなかったので、ちょっとだけ不気味に感じました。ドッペルゲンガーに会ったら死んじゃうという都市伝説を聞いたことがあるので、うん、みんなが見かけた私がそうではないことを祈ります。はいはい、怖いなこれ。怖っ。だから近くにドッペルゲンガーさんがいたってことやな、うん、その地域に。なんでさん付けすんのドッペルゲンガーで。いや、まあまあ年上かもしれんし年あんの。まあまあ確かにね、うん、そ、怖いよね。でも、え、逆にみんななんか、あの似てる人なんか見たことある、うん、いや、ないかな。あんまりないかな。自分ではないんか。なんか逆に、うん、なんか世界に自分と似てる人とか全く一緒の人は3人ぐらいいるみたいな、言いますよね、なんか。へー。あ、そうなんだ。自分と一緒の顔の人っていうんですか、う
言いますよね、よく。それはどうなんやろ、意外と近いところにいるかもしれないし、うん、もう遠くかけ離れたところにいるかもしれないし、どうなんやろそこら辺はね。なんか一回あったのはファンの皆さんに声かけてもらって、うん、さっきどこどこで会いましたねって言われたから、いや俺会ってないけどなと思って、あ、はーい言うて言ったけどそれなんかあったわ。なんかだからよくあることじゃ、うん、よくあることやけど、うん、でも立て続けにそうやな、続くって怖い、うん、怖いな、怖い、そういうのあんねんなやっぱり、うん、じゃあ続きまして、続きまして私、うん、大橋くんかな、あ、読みたいと思います、はい、千葉県のしのぶさんからいただきました。数年前に京都のある神社に伺った時、小学1年生ぐらいの男の子がいました、うん、昼間に一人でとは思いましたが、少し離れたところにいたので気がついたらすぐ近くまで来ていてニコニコしているのです。少し照れくさそうにニコニコしているその子をよく見ると、タンクトップに半ズボンに下駄履きで、まるで昭和初期のような見た目でした。私が鳥居から外に出ると寂しそうな顔をしていて、ちょっと目をそらして振り返るとそこにいたはずの男の子の姿はありませんでした。未だに思い出すと不思議な気持ちになります。ミステリーになるかは自信ないですが、ちなみに男の子に話しかけようとしたのですが、なぜか声が出ませんでした。え、怖、ミステリーじゃないよこれ、怖い話や、怖いな、怖い、ガチやん、ガチやん、めちゃくちゃガチな怖い話やな、どうしよう、怖なってきた、やば、な、その男の子は結局なんなんやったの、なんなんやったら、だから、うん、半ズボンに下駄履きでタンクトップって言ったら、もう半ズボンで下駄履きでタンクトップ、うん、20世紀ぐらいかな、なんなんやろな、昭和初期のような見た目って言ってたから、しのぶさんが、だからほんまに幽霊やったんかな、幽霊か裸の大将かどっちから、裸の大将 か、 大将か、おにぎり食べてくれてたかな、おにぎり食べてるかもしれんわ、いやだから寂しかったんかな、はい、幽霊ってそういうのあるからな、うん、来てほしいみたいなね、やっぱりこう、ね、あるからな、言葉じゃ聞こえへんからね、まあよしよししといたろ、よしよししといてそうですね、はい、次ですね、うん、大阪府ラジオネームヒューさんから、うん、ある日私が夜にお友達と電話をしていた時のことです、うん、お風呂の湯船に浸かりながら楽しくお話ししていたら、突然友達が今どこにいるのと聞いてきました、うん、お風呂からの電話なので響いて聞こえにくいのかなと思っていると、友達からすごくたくさんの女の人の笑い声聞こえるよと言われて速攻お風呂を出ました。友達曰く例の通り道にでもなったんじゃないとのこと、私のお家のお風呂は例の通り道だったのでしょうか。それ以来お風呂で電話をしても何もありません。怖っ、でもミステリーじゃなくなってる、怖い話になってる、怖い話になってきてるやんか、これ冬にやる企画じゃなくて、なんかただ寒いだけよな、ほんまに寒くなるよこれ、夏にやっとくよ、ちょっと上着着たいもん今見てたけど怖いなこれ、でも、うん、女の子の笑い声、うん、いやほんまに面白い話題してたんかな、その女の子がだから普通に幽霊も笑ってしまったんか分からんけど、うん、なるほどね、ラジオ感覚ってことね、その電話が、うん、うわー、風呂でのね電話ね、怖いです ね、 これだからよくでもまあ感じる人は感じるって言いますもんね、まあね、その人が感じるあれやったかな、人やったかもしれないですよね、はい、いやもうやばいやばい、冬やでみんな、はい、最後のメールだそうです、お、はい、最後のメール、そういうのなんか怖なってきたな、はい、東京都ラジオネームクレームキャラメルさんからです、うん、私のミステリー体験は大学2年生の時でした。母の友人が生まれたばかりの子犬を拾ったといい、お母さん犬もいなそうだったので順番にミルクをあげてお世話をしていました。獣医さんにも連れて行き、はっきり犬とも言われたのですが、月日が経つにつれ可愛さは残りつつもだんだん獣感が増してきたのです。爪は鋭いし毛の質感も少し固めでした。そして1ヶ月ぐらい経った頃、私たちは気づきました。これはタヌキだと。タヌキを育てることなんてこの先一生ないと思うので、今思うと貴重な経験だったなと思います。今は関西にある動物園で他のタヌキと共に暮らしているそうです。よかったねこれ最後で、うん、これが良かったよ、かった最後で、いや寒さからなんかちょっと暖かくなったちょっとほんわかした、ほんわかしたな、はい、よかったよ、いやねえ、タヌキを育ててたということで本当に激気になったんじゃないかなと思いますけど、でも獣医さんには犬って言われてたよ、そう、その獣医さんちょっとやばいな、いやだからタヌキということで育ててた、え、どう、タヌキって育てて、いや犬と思ってタヌキを育ててたわけですよ、そうやな、そんなことあるんや、タヌキタヌキって、
なかなかないよな、うん、なかなかないし会えへんよな、タヌキって。そうそう、そうそう、いやタヌキ見るっすよたまに。見る、うん、タヌキやで。タヌキも見るし。あの、あれやな、上に葉っぱ乗せるやつ。いや、それ、なんでそんなさ、その、さ、あれやん。なんか、典型的なさ、タヌキみたいな。置いてるもんやん。なんて言うんでしたっけ、あれ。何ポンポコかな。あ、ポンポコ。うん、わからへんけど。めっちゃ笑ってるやん、さ。そんな、笑うとこ見たことないで、俺。葉っぱ乗せらしてよ。別にええやん、別に乗せても。タヌキ見たことないけど。まあ、でも、え、今、まあ、でもイタチとかたまに見るっすよ、俺。あ、でも見るもんな。うん、待って、俺んち田舎なだけ幸運な持ち主しちゃう、ケントって、うん。かもせえへん。やば、イタチも俺ちゃんと見たことない。まあ、田舎の方行くと いるよね。田舎言うな、ネズミかイタチかどっちか分からんときない、うん、ネズミかイタチか分かるやろ、それは。ネズミかイタチかは分かる。ネズミかハムスターとかカズネかとかやったら分かる。あ、なるほどね、うんうん。そういうのよくあるよね。まあ、そんなことはあったんですね。ね、ミステリーな体験もね、この国にもいっぱいたくさんあるということで、はい。はい、番組はこの後も続きます。はい。わかったな。いや、長め、ここ長いな。いや、ミステリー。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム、最後はこちらのコーナーです。今から5年後、あなたは何をしてどんな風に暮らしていますか。5ヶ月後ならすぐに答えられそうですが、5年後だとどうでしょう。人生の景色がちょっとだけ変わっているかもしれない。未来に思いを馳せて手紙を送ってください。5年後の私へ。5年後の自分に向けて書いた手紙を紹介するコーナーです。リスナーさんと一緒にちょっと先の未来について考えていきましょう。はい。はい。じゃあ僕読みます。はい。北海道札幌市、ラジオネームトマトマトマトットトさんからいただきました。5年後の私へ。高校2年生の時にガーナに医療ボランティアとして留学へ行き、そこで一緒に活動した方に憧れて薬剤師の道を選びましたね。留年せずに薬学部6年生になっていますか。1年生の時は落ちこぼれだけど、自分なりの勉強の仕方は見つけましたか。今の私は留年の危機。単位を10個以上落として2週間後に迫る再試の勉強を一生懸命しているところです。もともと理系科目が苦手で、テスト期間になると深夜まで勉強して、なんで薬学部になんか選んだんだろう、もうやめたい、本当に薬剤師になりたいのかな、そんなことを考えて勉強する日もあります。それでもガーナでの留学思いを出して、夢を諦めず病気で苦しんでいる人に笑顔を届ける薬剤師になる道を歩めていますように。困っている人を見かけたらすぐに声をかけてしまう、そんなあなたなら素敵な薬剤師になれます。応援しています。なるほどね、はい、海外に医療ボランティアとして留学行った時に、その一緒に活動してた人に憧れて薬剤師の道を選んだってことだね、うんうん、やっぱ薬剤師って大学でも普通は 3,4 年間だけど、うん、薬学部って6年間あるから、うん、ちょっと難しい勉強とかたくさんあるから、すごい、うん、あれなんていうの、自分の中でなんかはなんか選んだ、なんか書いてたけど、なんで薬学部なんか選んだんだろう、もうやめたいって思う多分時がたくさんあると思うのよ、うん、でもこうやって声に出して、あの薬学部になって、そういう憧れてた薬剤師の道を進みたいって言ってる強い思いがあるからこそ、こうみんなになんていうの、困っている人を見かけて、困っている人をこう助けれる薬剤師になってほしいなって思うし、なんか僕らもこうなんか頑張ろうっていう気持ちになれる
なんか分でしたね、本当に。薬剤師の方々にやっぱり僕らも助けていただいてますからね、うんうん、しかもね、あの留年の危機って言ってましたけど、うん、なんかこう薬学だったら6年間ですか、うん、6年間っていう、 こう物差しで測ると留年って多分だいぶ大きなことだと思いますけど、人生っていうこの物差しで測ってみると1年なんてそのすぐやから、もし留年したとしても1年なんかすぐ追い越せるし、そのこれまでね努力してきたもので全然頑張れるし、だからこの留年したからといって薬剤師の弓を諦めずに、これからも世界の人々を救っていただきたいなというのは思いますね。そやな、ありがとうございます、頑張ってください。じゃあ次僕いきますね、うん、ラジオネームみおさんから、5年後の私へ。お父さんみたいな患者さんに慕われる看護師になれていますか？目の前の患者さんにしっかり向き合うことはできていますか？私は看護師になって1年目。目まぐるしいスピードで過ぎていく毎日。思い通りにならない毎日がきつくてきつくて涙を流す毎日を過ごしています。患者さんに慕われるお父さんに憧れてなった看護師ですが、忙しすぎて患者さんとゆっくり関わることができず、正直今の場所では自分がやりたい看護はできていません。それでも今の経験はこれからにつながると信じて、いつだって私の味方でいてくれる家族を信じて、とにかく今は頑張れるだけ頑張るつもりです。今の経験が5年後の私、もっともっと未来の私のためになりますように。今は目の前の患者さんにしっかり向き合って自分の信じた道を進んでいきます。どうか5年後の私は好きな場所で自分がやりたい看護ができていますように。お互い頑張ろう、うん、いやでもお父さんに憧れて看護師になって、うん、っていうことですけど、でもやっぱり医療従事者の方々には僕たちはすごくお世話になってますし、こういう状況下ではありますけど、僕たちがこうやって生活できているのは医療従事者の皆さんのおかげでもあるので、うん、それはもう絶対に忘れちゃいけないなと思いますし、今こう自分が思ってた理想とはこう違くても、やっぱりやれることはやっていったら必ずこう誰か見てくださってると思うので、うん、絶対こうね、あのみおさんの周りの方々は家族であったりとか絶対味方ですし、もう今はそうですね、これからにつながると信じてもやるしかないかもしれないですけど、やっぱり5年後の私はね、あの5年後のそのみおさんはもう自分がやりたい看護をやるためにこう今そのモチベーションは大事だと思うので、これからもしっかり頑張っていただけたらいいなと思います。うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて福岡県ラジオネーム普通の男子さんからです。5年後の私へ。今僕は男子高校生として楽しい高校生活を送っています。5年後僕は大学卒業間近で、中学校からの夢である高校教師になれていますか？僕は中学校でのテストの偏差値ではいつも40代を取っていて、友達からバカにされる日々を送っていました。ですがたくさん勉強してギリギリで偏差値60まで上げたのを覚えています。今ではバカにされた友達をも超えるくらいの勉強をしています。そもそも教師になったきっかけは、高校受験前僕が勉強を教えた同級生が教えたところを理解してくれた時の気持ちよさがとても印象に残っていて、未来の子供たちにも分かる楽しさや喜びを感じてほしいと思ったこと、そして高校時代に出会った地理の先生がいつも弱気だった僕に言ってくれた、お前ならきっといい教師になってみんなを笑顔にできるという言葉がきっかけでしたね。これからきっと様々な壁がたくさんあると思いますが、初心に戻って中学校時代のあの同級生や高校時代に出会った地理の先生を思い出し、立派な教師になって教員人生を楽しんでください。そしていつか教師の道を切り開いてくれた二人に恩返しをしてください。はい、いやでもなんかこう偏差値40代を取ってて、うん、なんかこうその夢のためにこう偏差値60まで上げるっていうのは、うん、やっぱすごいことだと思いますし、なんかこう、うん、
努力する苦しさであったりだとか、逆にこうどん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 身についてくる楽しさっていうものをもう味わって、なんか自分でも分かるようになってるじゃないですか。でもなんかこれからその高校教師になれた時に、それがまだ分からない子たちにもそれを教えることによって、どん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 こうその生徒さんとかの未来が明るくなると思うので、なんかこうその出会った地理の先生みたいに、なんかこう人を勇気づけられる、なんか背中を押してあげられるような先生になってほしいなと思います、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやね、皆さんからのお手紙、うん、なんかいい話で、すごい僕たちもほっこりしましたけれども、また送ってください。今夜もたくさんのお便りありがとうございました。聞いていただいたのはあいみょんさんでマリーゴールドでした。このコーナーでは5年後の自分に向けた手紙を募集しています。宛先はこちら、なにわアットマークオールナイトニッポンドットコム、なにわアットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールの件名は5年後の私でお願いします。一旦エンディングでーす。よいしょー。そう言いつつも、日本放送お聞きの方はこの後9時10分までお付き合いいただきます、はい、来週のテーマメールのお題やコーナーのお知らせは番組のツイッターやホームページで発表するので、チェック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 してください。チェックチェック、いやお願いします。そしてですね、2月23日に、なにわ男子の初めて のアリーナツアーである、なにわ男子ハッシュタグなにわ男子しか勝たんのね、ライブ DVD が発売になりますので、はい、皆さんぜひチェックしてみてください。お願いします。なんかディスク1にはそのツアーが流れてて、ディスク2にはMC でなにわ男子の全国選手権ハッシュタグ俺しか勝たんやったじゃないですか、はい、熱いバトルをゲームコーナーで、なんかそれがねダイジェスト映像が収録されるみたいなので、はい、はい、皆さんも買ってみてください。お願いします。お願いします。はい、じゃあ感想トークいきますね。はい、お願いします。岡山県ラジオネームのこのこさんからです。はい、今日のラジオはもっとぐちゃぐちゃになっちゃうかなと思ったんですが、大橋くんは普通に MC ができていたのでとても楽しかったですまああれやな、年下組の2人がやっぱりちゃんとしてるからな。 はい、はい、ありがとうございます。そしてですね、真面目すぎないところも新しい MC という感じがします真面目やちょね。大橋くんアイドルとしての幅が広がりそうですね。あればいいですね。待って、俺 MC の番組来るんちゃう。お、来るんちゃう。来るかな。来るんちゃう。やばいやばい、どないしよう。来たらどないしよう。大橋和也のチェックチェックチェック TV 言うて聞きそうチェックするだけのあれなんやな、テレビやな、そこは。いや、みんなどうやった、逆に俺の MC。 いやいや、でもね、楽しかったでしょ。ほんまに、はい、すごい個性があって。いいよ、もういっぱい言って。やっぱりリーダーだなと思いましたね、うんうん、はい、やっぱり、まあ、いい MC してたと思います。はい、取れた、取れた。よかったですよ。ほんまですか。やっぱりたまに噛むところとかもで、バーがねバーが逆に和んでね、いいように。ありがとう、ほんまに、うん、いい MC が良かったよ、本当に、はい、追ってくれて。じゃあちょっともう一個お願いします。はい、いいですか。山口県ラジオネームあかねさんから、ケント君は地元でタヌキやイタチを見たことがあるということでしたが、はい、私の高校は部活してるとグラウンドに鹿が乱入してきます。おい、えぐいやん、すごいな鹿乱入してくんねんで。鹿って奈良の鹿の鹿やな。そう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 、うん、すごない鹿は奈良じゃないけどね奈良に鹿がいっぱいいるけど、そうそうそう、あの鹿やんな。そうです、そうです。鹿すごいね。いるの。なんかでもあるよな、うん、まあ、田舎の方言うたら、田舎って言っちゃったら悪いからあれやけど、はい、うん、そのなんか乱入とかあるよな、よくサッカー の、うん、あのゴールのところにいっぱいなんか犬が来たとか、うん、あ、まあでもサッカーの試合とかね、あるん、犬来るの、なんかね人が入ってきたりとかしてますけど、あるよな、そういうの。 あんま叱わないよあんま叱わない、うん、じゃあ続きまして、東京都、ラジオネームささみだよさんからいただきました。
沖縄の中学校に通っていた時よくマングースと遭遇していました、学校の横を流れる川の橋や学校の中庭を授業中に眺めているとマングース親子がよく出没していました、田舎だとよく見る光景なんでしょうか。いやマングースって何。いやマングースってなんかこう分かりやすく言ったらまあ見た目はカワウソみたいな感じかな。なんか、でもなんかちょっとタヌキっぽい感じもあり。あ、スカンクみたいな。なんか横に長くない？横に長いやつやったっけ？横に長いね。なんかちょっとこう格闘とか、よくあのハブとあの、マングースみたいな戦ったりしてる動画とか。あ、強いんやマングース。うん、強いボクサーみたいな感じ。だから沖縄によく出没するのかなマングースって。でもなんか見てみたいですねマングース。でマングース親子がよく出没していたって、絶対あのあれやな、今でいう何シャメを取るやつやな。シャメ取りたいやつ、なんていうのあれ。何ですか。あのシャメ、ごめんななんか。シャメ取りたいやつ。シャメ取りたいやつ。何ていうのあれ。バエ。それバエやバエ。マングースバエとかある。それバエを言いたかったね。バエね。はい。確かに記録にはいいですからね。そうやね。そういうの可愛いよな。もう一つ来ましたよ。いっぱいよもういっぱいよもう。東京都16歳ラジオネームミータンさんからです。はい。ミステリー体験のメールが怖すぎて寝れなくなりそうです。最後に皆さんの明るい言葉をください。俺と一緒に寝るか。俺も一緒に寝る。読みたよ。じゃあほんなら俺あのミッチー、ケンと行こう。任せてください。元気になる言葉な。はい。元気を出してー。ああいう作文型なんや。3人で1つ分を作る。1つ分じゃない、もう1人ずつ言っていく。ミッチー、怖かったら横にいたら、隣に見れば俺がいるよ。怖っ、逆に怖いな、怖いか、怖いわ、ほんまや。じゃあ最後、ケント、お願いします。安心して、ちゃんと明日来るから。何が来るの。明日も、明日がやってくるから。明日来るからね。まあそうやな、今日が来れば明日も来る。あ、だから何が何しの YouTube 見て寝てよ、絶対笑えるから。あ、確かに。あ、そうやな、明るくなれる。お願いします。でも何でしたっけ。何お化け屋敷入ったの。戦慄メイク。ああちょっと怖いかもな。あれはちょっとやめてください。でもその次がね結構いいからね。確かにそうですね。なにわ男子のオールナイトニッポンプレミアム、ここで一部地域の方とお別れです。お付き合いいただき本当にありがとうございました。ここまでのお相手は大橋和也と道枝俊介と長尾健太でした。また来週お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。日本放送でお聞きのみんな、ラジオはそのままにしてこの後も聞いてくださいな。待ってるよ。